どうもこんにちは、シュンジーです。今日は綺麗に光る恐竜アトマイジングダイナソー、こちらを見ていきます。で、この商品僕ね、海外のアマゾンさんで日本円で約3000円ぐらいで買ったんですが、なんと国内のアマゾンにも売ってました。しかもね、値段が2580円とね、国内の方が安かった。国内で見たのはこの茶色の恐竜1種類しかなかっただと思うんすよ。もしかしたら探したらあるかもしれないんだけど、海外だとこの、3色選べて、この茶色でしょ、あと緑に後ろに乗ってます黄色の3色あって、で僕緑頼んでるって思ってたら、これね、中に入ってたのは黄色の恐竜でしたねなんで間違えたのかな。はい、まあもう黄色の恐竜、今日はね、見ていきたいと思います。では開けます。でこれね、大きい箱にね、入ってきたんだけど、中ね飛び出てたよ。もう全部飛び出た状態になっててびっくりした。はい、恐竜本体ですね。あと尻尾、スポイトが入ってます。恐竜本体にこちらの尻尾を差し込みます。で、そこにこう電池入れるところあるんで、炭酸3本セットします。光って動く恐竜、ティラノサウルス、完成です。こちら高さが約24センチで、全長が約28センチ。こちらアニア、ティラノサウルスを横に並べるとですね、まあこれぐらいのサイズ感となってて、大きいですね。大きい恐竜見比べるときはやはりこの恐竜でしょう。ダメージ T-REX。 この恐竜も綺麗にね、ダメージ部分が光るようになってるんだけど、これよりも今日のはもっともっと綺麗に光るようなんで楽しみ。横にね置くとこんな感じですね。もう恐竜の形がね全然違うんで、もう並べてもって感じなんだけど、まあこれぐらいのサイズ感、高さはやっぱありますね。恐竜は選べる3色になってて、僕は緑選んだつもりだったんだけど、これ黄色っていうかちょっと明るい茶色カラーですね。明るい茶色カラーとなってて、あと赤茶、緑が、あとねありましたね。はい、まあこんな感じの綺麗な色ですね。うんうん、この色でもすごいいい色してる。で、背中のところ柄があるんだけど、ここはこう焦げ茶カラーのこう柄が入ってますね。まあこんな感じ。手に取ってじっくり見ていきますね。もうね、恐竜の形はかっこいいっていうか面白い形ですよね。もうなんかパッと見て笑えるような、うん、なんか面白い形になってて、まず後ろ足大きいよ、これ。ゴジラみたいなね、すっごい大きな足になってて、で、こんな感じ。爪のところが、青色のクリアパーツになってるから、多分、光るんでしょう、これ。はい、まあ、こんな感じとなっててですね。足の指、こう、鱗状の皮膚になってるんだけど、これすごいね、めっちゃ段々になってて、で、もも、膝ないっす、これ、膝ないね。で、もものところに、青色の丸いね、クリアパーツが入ってて、いや、なんだこれっていうね。ここも多分光るんでしょう。で、体、ぼてっとした体、お腹ね、膨らんでるんだけど、ここ、青色のクリアパーツで、で、なんとね、中の方にちょっと光反射して見にくいと思うんだけど、恐竜がいてるんですよ、これ。ここにね、いてるでしょう。はい。めっちゃ可愛い。で、この周り情景のこう、プリント化されたのが、貼ってあって、これ動くのかな？いや、めちゃめちゃ気になる。で、これ上のところなんかギザギザになってるから、もしかしたらこれ卵をイメージしてるのかもしれない。肌はシワがあって、小さい突起があって、うん、まあこの辺はね、面白いディテールになってて、で、横にはスピーカーがこうセットされてます。で、前足、ティラノサウルスはこう前足が短いんだけど、この子は結構長い前足になってますね。後ろ足は、爪の部分がこう光るようになってたけど、前足は光らないようですね。これ光りません。で、なんか多分動かした時に前足も
動きそうな気がする。なんかそんな、なんか抵抗がある、こう押した時にね。で、後ろから見るとね、まあこんな感じでですね、ボテーっとしたちょっとね体になってて、尻尾こうくねっとこうね動きのある形になってるんだけど、これね横にねなんかちょっと動くんで、もしかしたら、そう、電源オンにすると尻尾もこうやって振るのかもしれない。背中には小さいね、こう突起があって、かっこいいね、ここはね、ボコボコっとした、なんかアンキロサウルスの背中のようなゴツゴツ感がありますね。で、頭上に水を入れるところがあります。セットにスポイトが入ってるんで、はい、水をね、入れて、上からね、水を入れます。で、あと、こう、蓋をしておきます。これ白だからね、目立つよね。できればこう、この柄と同じ焦げ茶カラーにしてくれたらよかったのに、めちゃめちゃ目立つね、これね、白は。この恐竜、目が可愛いんです。なんか、めちゃめちゃ可愛いね。なんか女の子のような目してない?すごい優しいんすよね。はい、前はこんな感じ。口開いてるんだけど、開閉はしませんね。で、歯が見えてて、あと舌があって、この奥に、LED と、あとミストを出すところがあります。ブワーってこう出るんでしょうね。まあ、どれぐらいの勢いで出るのか、楽しみ。まあ、こういった形のね、恐竜ね、結構な勢いでね、ミスト出すからね、面白いですからね。はい。で、あと、頭動かすと、なんと、前足、動いてるね。あとね、この中の、これ、なんか恐竜が回ってる。え、めちゃめちゃ面白い動きになってる。これだけでも結構笑えるね。電源スイッチ、そこにあります。ここにね、電源スイッチがあって、タイヤここにあるんだけど、今これ、カバーした状態。で、これカバーした状態にすると、電源オンにして下に置いても動かない。ただ、このカバーを外すと、こう走り出すようになってて、まずカバーした状態で、電源スイッチオンにしますね。で、これね、3段階あって、今オフでしょ。で、一番下が、オンで、真ん中中間があって、この中間地点にすると、こう動いて、ライトのみとなってますね。わ、すげえ、めちゃめちゃ光ってる。この動き。え?面白すぎるんだけど、これ。やばくない?前足動いて、頭を左右に振って、あ、来た来た、ミスト来たよ。はい、ミスト出てる出てる。え、なんかあんま出が悪いね。ちょっと水が足らないかな。後でもう一回入れます。で、光りまくってますよ。こう、色も回ってる。やばい。で、後ろの尻尾の動き見てください、これ。この尻尾の振り方は、うちのワンちゃんと同じぐらい喜んでる、これ。え?かわいすぎる。癒されるこの動き、なんか喜んでもらえてる気がする。前足は上下にこう動いてて、少しこう踊ってるような、まあ、そんな風に見えますね。かわいいね、この動き。で、このお腹の部分ですね、恐竜こう回ってて、しかもね、この中も光るって知らなかった。中光ってる、光って中の恐竜が動いてるっていう、もう外の大きい恐竜も中の恐竜ももうノリがいい感じで、頭左右に傾けます。はい、こんな感じで、あとね、ミスト出てるんだけど、なんかそこまでなんかわーっとは出てないね。なんか、うん、少し出てる感じ。ちょっとこう少ないのかもしれない。水をね、いっぱい入れます。ちょっと、あー、こぼれた。いや、そんな出ないね。あ、だから常時出るっていうか、たまになんか吐き出すみたいな。まあ、それぐらいの方がいいかもしれない。いや、でもね、こう中の方、なんか雫がいっぱい溜まってるから、霧になってないだけなのかもしれませんけど、これ。ミスト出しながら、綺麗に赤く光って、あとお腹、青と赤にね、点滅してます。で、足の指、後ろ足の指のところは、わ、すげえな、何色これ。え、青紫。なんか綺麗にここもね、光ってですね、面白いのがね、ディスコ風、この横のこの、パーツがくるくる回ってめっちゃ綺麗。部屋を暗くして光らせるとこんな感じ。もうこれディスコやん。すごくない、すごくないですか、これ。めちゃめちゃ明るい。もうこの一体だけなんだけど、部屋が明るくなる。すごいね。いや、想像以上に光ってます、これ。まあ、特にやっぱこの横ね、横のこの緑のランプがすごい、もうくるくる回ってますからね。
いや、なんかディズニーランドに行った気分になるわ。はい、で、あとね、足、そしてお腹、口。あ、口、部屋暗くするとね、このミスト出てるの分かりやすいね。こんな感じ。そんなにね、ブワーっとこう出ないね。最近いろいろ紹介してるけど、うん、これは一番少ないかも。まあでも、こう出したり止まったりしてる気もするんで、ちょうどいい。なんか、うん、僕的にはこれぐらいのミストが一番好きですかね。あんまりね、出ると机の上ね、濡れちゃうから、まあこれぐらいがいい、いいね。タイヤにセットされてるこのカバーを取って、電源オンにすると、回ってます。これ回って、下に置きますね。置くと、動く。自由だなぁ、この動き。はい、こっち来た、こっち来た。で、当たると、はい、どっか行くと。あー、水が、水が。これすごいよね。ちゃんとこう、センサー反応して、向き変えて、走るっていう。ただ、こう机の上とかだと、こうなんか当たんないとそのまま落ちちゃいますね。あ、怖い怖い怖い。はい、まあこんな感じでもう好き勝手、いろんなところ恐竜が走ります。うん。意外とね、動き早いね。もっとゆっくりでもいい気がするんだけど。まあでもこうやってね、なんか当たると方向変わるっていうのはすごいよくできてますね。電源スイッチオンにします。オンにすると、サウンドが流れます。恐竜吠えてる。そして BGM が流れて、なんかね、踊ってるような感じに見えますね。で、このスピーカーのところね、こう指で塞ぐとだいぶ静かになる。これ離すとね、めっちゃうるさいんですよ、これ。うるさー、これ。ちょっとボリュームもう少し小さい方がいいと思うけどね。で、はい、このサウンド。かっこいい。で、ちょっと指を下げましょう。はい、まあ、こうやってね、BGM が流れると。で、なんかね、こう走らせると、特にこう踊ってるようにも見えるようになってるんですよね。よくできてるね、これね。こちら、部屋をキラキラに光らせてくれる恐竜、アトマイジングダイナソーをご紹介したんですが、想像以上に光ってた。すごかったね。いや、横をくるくる回ってましたからね。まあ、最近紹介した恐竜の中でも、もう面白かったこれ。まあ、光る、僕が光るの好きっていうのもあると思うけど、めちゃめちゃ面白かった。これ海外で僕買ったんだけど、国内でも売ってますんで、僕が買った値段よりも安く売ってるんで、気になる方は、ぜひね、チェックの方してください。はい、ということで、この後はですね、いつもの、アドベントカレンダー開封したいと思うんで、お時間のある方はよかったらぜひ最後まで見ていってください。そしてここまでの方は、コメント、そして高評価ボタンの方、よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。今日12月15日のアドベントカレンダー開封していきます。トミカ開けます。15日ちょうど真ん中でツリーのとこかぶってるね。で、窓は小さい。これさあ、なんだ、あれ、いない、いないね。いあれあれ、わかった、昨日だ。14日、ツリー型のバス停看板と、あとペーパークラフトがあったんだけど、これどっちかが15日だったんだ。で、この開けた感じね、ここ15の方が小さいから、多分ね、15日がこのね、ツリー型のバス停看板でしたね。いや、横にずれちゃってた。ジュラシックパーク30周年アドベントカレンダー15日はですね、ここ開けるところ大きいですよ。 T-Rex の左の後ろ足と左の前足付近、ここですね。では開けます。え、15日に T-Rex 出た。ジュラシックパークから新しいね、ジュラシックワールド、新たなる支配者までずっと登場してる人気の恐竜、こちら、T-Rex が、まさかの15日で出てきた。で、全長が約10センチで、ミニフィギュアで、T-Rex はね、よく、ラインナップの中に入ってるから、持ってる方多いと思うんですが、で、色が僕ね、箱の写真、これを見た時に、ゴールドっぽいなって思って、これ絶対ゴールドだって思ったんだけど、
ゴールドではなかったですね。あの明るい茶色カラーに、あとなんだろう、薄いパールがかかってるのか、なんかねキラキラしてる気がする。で上のところは薄いこう黒色がペイントされてて、セット商品の T レックスは持ってきてないんだけど、前にこうボックスでゲットした T レックスねはこちらで、これとは色が違いますね。ただ形は全く同じですね。わ、面白い。色がちょっと変わっただけでも嬉しい。後ろから見るとこんな感じですね。ミニフィギュアの中でも T レックスはね、大きいサイズになってて、で、背中あたりキラキラしてるでしょ。パール入ってんのかな、これ。で、がっちりとした足。この筋も入っててね、ミニフィギュアなんだけど、ね、よくできてますよね。で、短い前足に、大きな頭、ちゃんと目のところを黒色に塗装されてますね。で、この T-Rex は口が開閉するようになってます。ただ、歯とあと舌ですね。ここのペイントはされてないんで、色塗るのが得意な方は、塗ったらめちゃめちゃかっこよくなると思いますね。15日のトミカ、ペーパークラフトかバス停看板どっちかなんだと思うんだけど、多分こっちバス停看板だと思うんですよね。間違えてたらごめんなさい。はい、ということでまあこちらのね、2種類が出たということで、いや T-Rex はねもっと後半に出るのかなって思ってたら、出し惜しみせずにね、もう15日にね、こうセットしてきましたね。セット内容分かってるんで、こう開けるたびにこう気持ち高ぶっていくような、まあそういった並びにしてもらえてるからね、いやすごい楽しいね。今日もアドベントカレンダーの動画までね、見てくださった視聴者の方、本当にね、ありがとうございます。よかったらコメント、そしてですね、高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。